こんにちは、ライチャンネルです。今、ライがこのようにクンクンに犬を飼いれるんですが、実はこの中に新しい家族がいます。では、ちょっと初対面、開けていきたいと思います。じゃん。どう？どうライ？強烈強烈なくらい匂い嗅いでるけど、どう？はじめましてだね。ねえ、ちょっとさ、ハーネスつけて出てこよっか。ライちゃんライちゃんライちゃんひっくり返っちゃう。出してみますよ。抱っこしちゃうね、すぐ。せーの。はい。はじめまして。こんにちは。ライちゃん。ライちゃんすごいよ。そっか。ライちゃん、よだれが滴ってる、よだれが滴ってる。マジ？ライのよだれが滴ってる。例のごとく？トイレ行くかも。ほんと？ちょっとあの匂いついてる方を残したからさ、シート。ライ、ライ、おいで。ライちゃん、ライちゃんおいで。まあよだれが滴ってる。ちょっとと。ほんと？ちょっと待って。カメラを固定して。ライちゃん、ライちゃん。ライなんて一回ちょっと待って。じゃあ先にお名前発表しちゃいたいと思います。ご犬なので推定年齢はライより上なんだよね。ライのお兄ちゃんの麦くんです。まあ由来としてはなんかライとつながる言葉とかがいいねって言って、セットで呼べるような覚えやすいような名前がいいねって言って、ライ麦ということで麦にしましたね。こんな感じですごいおとなしくて、今まだもうこう見てわかるようにすっごい痩せてるんですね。だからまあ今日ちょっと今からご飯もあげていきたいと思います。こんな感じでめちゃくちゃおとなしい子です。めちゃくちゃくん、そうだね、今日はね疲れたから、もうね車の中でも2時間くらいかかったんですけど、ずっとねんねしちゃってて、もうだいぶ疲れてるから、だいだいちゃんこっち来る、こっち来る、だいだブヨブヨブヨ。今日はね、あの家族になりましたっていう動画で、まだ詳しくはね、詳しくはまた今度紹介したいと思います。ってことでまた詳しくは長い動画を撮りたいと思います。はい、2人の様子もこれからぜひ楽しみにしていてください。はい、バイバイ。あ、ちゃんでる？あ、ライちゃん、ライちゃんでかっ、ライちゃんでかっ。お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。そっか。弱いから踏ん張りがないんだよ。麦おいで、麦おいで、麦。どう？お散歩は。ちょっと休憩。かわいいね。